モルテザプーラリガンジはイランのサッカー選手。イラン代表。ポジションは DF、または MF。2010年にナフトテヘラン FC で選手となった。2011年に行われたペーカーン FC 戦で初得点4から1の勝利でこの試合を終えている。2015年2月25日に中国サッカースーパーリーグの天津ヤスたち足玉クラブに1年契約で、 移籍。4月8日のカナンダペシ足玉クラブ戦で、初出場、6月4日の甲州緑城、即球クラブ戦で、初得点し2から2の引き分けに試合を持ち込んだ。シーズン終了後に契約を更新せず退団。ヨーロッパや中国のクラブからオファーが来る中で、これらを蹴って2016年1月8日に、カタールスターズリーグのアルサットに遺 アルサットに移籍した理由の一つとしてシャビとプレーできることを挙げた。1月20日に4ヶ月の契約を結び、シーズン末までの在籍で合意した。2月に行われたあるアラビドーハ戦で初得点3から1の勝利となった。U-17 代表としては 2009FIFAU-17 ワールドカップに出場した。U-23 代表としては2012年に アリレザ・マンスーリアン監督の元レギュラーに選抜、同年10月の2014年アジア競技大会に出場した。アジア競技大会でのパフォーマンスが認められると、A 代表のカルロス・ケイロス監督は彼をポルトガルでのトレーニングキャンプに招集した。GD ・エストリル・プライア、SL ・ベンフィカとの親善試合に出場した。その後、11月18日の韓国代表との 新善試合の際にもメンバー入りした。12月30日には AFC アジアカップ2015に出場するメンバーに選抜され1月4日のイラク代表戦で初出場を飾った。この試合は1から0で勝利した。AFC アジアカップ2015のバーレーン代表戦ではスターティングイレブンに選抜されこの試合は2から0の勝利となった。第二試合のカタール代表戦では 好調なパフォーマンスを見せ、この節のベストイレブンに選抜された。準々決勝のイラク代表戦では、代表初得点。これによって3から3の引き分けとなり PK 戦にもつれ込んだが、PK で7から6とされ惜しくも敗北した。代表での出場一覧代表での得点一覧。ありがとうございます。